男性しか見てないワンナップゴルフですが、はい。なるほど。それで？たまには女性向けの質問しようかな。女性最近増えてきたからね。嘘。うん、増えてきましたよ。あ、そうですか。うん、あれ珍しい。うん。平井弘明のワンナップゴルフ。何ですか、女性の絵の。え、なんかほらハンドファーストとか。もう。そういうのって、はいはい、女性でもできるのかなと思って。何気ない質問だけど、めっちゃいい質問だね、うん、これは、うん、ヘッドスピードに関係してきます。あ、そう、だから女性でも早ければできるし、うん、男性でも遅ければできないぐらいの感じ。そうで、まあハンドファーストって意外とこう、まあ、結果論的な部分として考えてもらいたいんだよね、うん、まあ、結果的にそう当たりました、そう当たりませんでしたっていうことなんだけど、なんでじゃあヘッドスピードが遅いとハンドファーストがこうマッチングが良くないかっていうこと、ちょっとやっていい？これメインのクラブじゃないのでやるね、うん、これロフトこうあるじゃない、インパクトでシャフトしないでしょ、うん、こうロフトどうなった、これノーマル、そうそう、立ちますよね、うん、立ってハンドファーストにしたらガン立ちでしょ、うん、そうだからヘッドスピードないとスピン量を加えて球を上げられないんで、うん、遅いヘッドスピードの人ってハンドファーストには打たない方がいいですよってこと、うん、これめちゃくちゃ重要なのね。だからアイアンでもそうよ、アイアンでも結局こうやってロフトがこうやってしなってきて、うん、こうバチンってこうやって当たったらロフトは立つわけじゃない、うん、そうだね、だからそういうの関係してくんだけど、うん、この話が今度シャフトが柔らかい柔らかくないの話になるのね。俺がダイモンで測った時に、うん、出玉が高くないのに最高到達地点が高いって言ったでしょ。そうだね。それはちゃんとしなってるから、うん、こうやってしなるでしょ、うん、しなってきて当たって、うん、要はロフトが立った状態で当たるわけじゃない、うんうんうん、しなってるから、はい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 、それでしなってこう弾くから、うん、当たった時に動きが止まるから、うんうん、でシャフトが今度ガンってしなるでしょ、うん、その時にスピン力がガッて加わるわけじゃない、うんうん、それで溜まって上がっていく、うんうん、だから出玉が低くてこうやって上がっていくんだよね、うん、だから飛ぶんだけど、それがしならないシャフトを使ってるから、うん、要はインパクトで刺さったりとか、うん、ターフが取れなかったりとか、いきなり出玉が高くてすぐ落ちちゃったりとか、スピン量がなくてね、うんうん、そうだからオーバースペックを使うと飛距離が出せませんよってこと。あ、だから柔らかい方が飛ぶんだ。そう、飛距離が出せる、立てられるからね、はい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 、勝手に。そういうのが理解しないと俺硬いの使うってなっちゃったりしちゃうんだよね、うん、飛ぶって分かってるし、もちろんそれしなれば優しいし、うん、そういうのが分かってるから俺は柔らかいの使うんだけど、結局俺のスピードパワーよりもないのに、うん、俺よりもハードの使ってる人もたくさんいるし、うん、そういうのが、まあ、飛距離のロスにつながる。それ正しく知ってたらやっぱ柔らかい方使うのかな。絶対使うと思うよ。絶対しなるクラブを使う、絶対しなるクラブを使うようになる。やっぱり知らないってこと。知らない、硬い方がいいと思っちゃってるっていうか、それ半分、うん、使いたいがちょこっと、うん、あとそれを勧められた、それでかいかな。ちょっと待って、そしたら最初に勧めたやつ呼んできて。そうだよね。そうなるよね。そうでしょ。そう、誰、コメントにもあったの。あったの。あったの。なんて、その NS850 を仕出したくて、うんうん、ショップに行ったら、あ、そうだ、そう、あったあった、ね、店員さんがね、そう、こんな柔らかいクラブダメだって、ダメだって、打たしてくんなかったって、そんなことあるかって、それ打ちたいっつってんのに、ね、打ちたいっつってんのに、もう信じられないと思って。そうだよね、うん、だって服買いに行ってさ、そう、それ着させませんみたいな。いや、違うじゃん、 M 欲しいんですけど、いや、お客さん L じゃないですかって言ってんの。そう、 M 着させてくんないんだから、 S じゃないですかっつって、そう、自分の着たいサイズ着させてもらえないんでしょ。そう、それは参っちゃうね。それはないよね。ない。ない。あの、打って、うん、データがはちゃめちゃなんだから、うん、違うシャフトしましょうかなら分かるじゃない。そうだね、そうだね。最初からか。そう、それはないでしょ。そうだよね。あ、ビッグマック買いに行ってんのにね、フィレオフィッシュ出されちゃうからね。間違いない。本当よ。たまったもんじゃないよね。ね、本当だよ。結構あるよ。ちなみに平井くんは照り焼きしか食いません。最近ビッグマック覚えた。え、最近？最近。最近ビッグマック覚えたから。俺ビッグマックしか食わないから。前からね、トル君ね。そう、
そうなんですよ。ハンドファーストだけじゃないんだけど、うん、何でもそう結構あるな。あのそのヘッドスピードはできませんよ、これはできませんよとか、そういうのってすごくある。だから俺距離によってやることが違いますよっていう動画撮ったじゃない、うん、もうそれに近いことなんだけど、うん、まあ、とりあえず今ハンドファーストのことについてちょっと言ってったんだけど、そうだから仕組みとしてっていうこともあって、うん、クラブのシャフトのスペックとか、うん、このしなり感、うん、この感じね、うん、そうこういうロフトが立つこと、うん、ということとか関係して、まあ、できなくなりますよ、やりづらくなりますよ、球が上がんなくなりますよってことが起こる。すごくね大事なんですよこれが。それ境目はどこなんですか、できるできないのヘッドスピードの境目って。シャフトによる。シャフトによる。シャフトの柔らかさによる。柔らかければ遅くてもできるってこと。あ、そうそう、できる。しなりね、ロフトが立てばいいのかしら。そう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 。でスピン量がこう加わればいいっていう。そうか。そう。だからが早いとさ、ガッコンってきちゃう。ああ、そっかそっかそっか。そう、そうするとしなり終わってるっていうか、で当たるから飛ばないじゃない。そりゃそうだ、ね。棒のまま当たるから。そうだね。そう。無知のまんま当たんないと飛ばない。そっかそっかそっか。そう。だから無知のまんま来させらんなきゃいけないってことだよね。そもそもしなって来させなかったら、うん、しならせられなかったら飛ばないっていうことよね。それがね、できないとやっぱ飛距離が出せないね。本気で。だからこう。この感じよね、この感じが出せないとダメだね。すごく あるんだそういうの。こうやってなんとなく構えても、うんうん、こうやってしならせれば、うん、球は飛んでいくのよ。こうやってね、うん、そう、それがしなり。あれしなんないできたらこうやってなるじゃん。ここでこうバンってやったらこう飛ぶから、ね、これがねシャフトのしなり。こんな打つ人いないね今のまさに手打ちじゃん。そう、手打ち。状態も使ってないダメな手打ち。そう、もっと詳しく言っていい、トール君の好きな手打ち俺の好きな手打ちってよく分かる。でもさ、あれでさ、うん、インパクトゼロをやったらさ、ま、うん、っすぐ行くと思わない？いや、そうだね、うん、意外と飛ぶでしょ、うん、しなってりゃ飛ぶんだから。回ってないけどね、全然。そう、やばい。ちょっと前から撮ったから面白いじゃない、これ。やばくない？やばいよ、やばいよ。ちょっともう一回後ろから撮ってもらっていい？打ち方がマジでふざけてるから。めっちゃ飛ぶんだけど言っとくけど、うん、今5、6球打ったでしょ、うん、全部 1.5 台だけどね。打感がないから全部芯、ね、全部芯食ってる。感じないの？あ、本当に真ん中に当てること、本当に歯磨きする方が難しいからマジ、うん、もうそんなのは当たり前のことぐらいだから。俺思い出したのこの間、ミート率がどうちゃらっていうダイモンで撮ったでしょ。おうおう、俺ね中学生の時にそれこそ稲ゴルフフェースに白いスプレー塗って打つとそこに打ったとこ分かるじゃん、はいはい、うん、あれを「おやんちゃん、お前どこ当ててるかどうかやってみろ」って言われて、ちんなおさん、そうで、ここスプレー塗って、うん、で5球用意して、うん、5球打ったの、うん、そしたら全部同じとこだったの。ドライバー、うん、で、お前1球しか打ってねえだろって言われたのえっつってだその時から、うん、あの信用されてないんだなと思ってそうだね、5球打ったんだよ、もう一人見てたんだから。あ、そう、うん、すげえなんちゃんっつってたんだよ中学校かな、うん、中2か中3の時。そう、5球打って全部同じだったの。そんなことあんだなって思ったの初めてその時自分で気づいたんだ。そう、だからこうシャフトがしなってきて、うん、ボールに当たるっていうことが前提でハンドファーストにするとか、うんうん、しないとか、そのダウンブローニュースとかってなってきて、でそれが例えばヘッドスピードを遅くして打つよ、うん、
こうやってこう上がんなくて右に滑るんだよね。うん、そうだからああなっちゃうんで、うん、遅い人ってできない。あ今のスピードで背屈していい？うん、ああ上がるんだねちゃんと。全然上がるでしょ。うん、全然上がるの。だからスピードに応じてやることを変えてくださいねって。何でもかんでもじゃないですよってこと。じゃあ遅くても、うん、ヘッドスピード遅くても、うん、しならせられるシャフトだったら、うん、十分上がるし、うん、自分が思うぐらいは飛ばせんだ。飛ばせる、全然飛ばせる。それができないってことは、うん、まあしなってない可能性があるっていう感じでね。しなってきたら、うん、フェースって開くのね。要はトルクっていってねじれがあるから、例えばこのまんま、うん、芯にこう、うん、1点でボールがあったとして、うん、ボールをこうやって押したとしたら、うん、ここを持ってるからこうやって押すとね、これがこうやってしなってくるの、ね、グリーンってなるね。そうだからちゃんと遠側を12時の位置にバチンってこうやって戻さなきゃいけないし、こう構えてるこのクラブシャフト自体が6時をバチンってこうやってインパクトの時に刺すイメージがないとまっすぐ飛ばせないんだよね。そう、それは絶対に意識しなきゃいけないこと。こうフェースがこうやって一時ら辺を向いてきやすいから、うん、ちゃんと遠側をこうやって12時を刺す、プラスこのクラブシャフト自体がインパクトのところでこうやって6時をバチッて刺す方向、この向き方向にちゃんと戻すように打たなきゃいけない。これは意識してやってみてください。そういうことがゴルフではあるので、まあ、気をつけてくださいっていう動画です。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。